出します。ベン、バン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 。どうだい、私の新しい自家用ジェット機の乗り心地は。うん、とっても乗り心地がいい、バブ。そうかい、それはよかった。うん、どの辺飛んでるのかな、今頃。うん、今さっき通り越したね。北極の下にはですね、油田が眠っていて、あそこの油田はもうすぐ私のものになるんだよ。ああ、油田が僕たちのものになったらどうなるバーカー。もっとお金持ちになるんだよ。じゃあもっと美味しいものが食べれるバーカー。美味しいものがたくさん食べられるんだよ。嬉しいバー。ん？なんだ？ウィーウィーウィー。誰だ私の。ジェット機に攻撃をしてくるなんてやつは。私は携帯電話でどんなものだって撃ち落とすことができるんだよ。すごいバウ、やってみるバウ。グレートリセット。うん、動かない、うん、動かない。うん、どうしたの。ノルドストリーム。うん、効かない。何も効かないバウ。くそ、第二電電の野郎。第二電電。逃げ出したけど、ここどこだ？見渡す限り砂しかないばんね。どこの砂漠だ？しかもなんかベンはちょっと頭がおかしくなっちゃったもん。なんかお侍さんにしか見えない人が歩いてるばん。お、お侍さんですよね。あ、じゃあ何だ？僕の乗ってた飛行機が墜落して。ああ、あの飛行機。あの飛行機ってなんで落ちてんの？なんで分かってんの？俺の俺、ちょっと空の上歩いとってんけどさ。空の上歩くってどういうことだ？歩けねえか知らないよ。でさ、なんかちょっとあのなんか座らせてもってさ、え？飛行機プチッとされたらバカにしてる。もう知らないよ、ごめん。あんたがそんなことしたばうか。あんたのせいで運転手さんも飼い主さんも死んでしまったばう。しゃあないよ、あんな。いや、しゃあなくないばうよ。いや、言うかお前、そんなに嫌じゃねえんだ、もう殺すぞ。うわ、怖いバウよ。いきなりバウよ。人殺しはいけないバウよ。何だお前、人じゃないけど。どう、どういうことだよ。怖いよ。あ、この人本当にお侍さんなの。怖いよ。ベンは怖くなってうんこを漏らしてしまったバウよ。ということで、というわけで1曲目はベンっていう犬の歌をやります。そうだね、ベンっていう。そうだね、ベンっていうとこやろう。1, 2, 3, 4.
ございます。でした。